もこんにちは、潜在リメンバーの高橋鈴香です。本日はマーチ座談会ということで、マーチの就活生に来ていただきました。皆さん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん初めに自己紹介お願いします。はい、明治大学商学部3年の田中と申します。前回のマーチ座談会にも出席させていただきました。明治担当としておしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、立教大学経済学部3回生の金井美希太です。僕は前回の立教座談会という動画に、出させていただいております。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、青山学院大学総合文化政策学部3年の富山亮と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。田中君から今の就活の状況お願いします。はい、まだ5社ぐらい実践しております。金井君は？僕は去年の12月ぐらいから就活始めてて、ベンチャーメインで受けてるんですけど、はい、今、某有名人材業界と、はいはいはい、某有名 IT 広告業界が、最終面接っていうところと、もう1社今受けてるのが途中選考なんですけど、はいはいはい、法律関係契約書とかの関係のサースを取り扱ってるあの企業さんが、そこも今ちょうど受けながら、感じでもうそろ終わるかなっていうところですね。もうその2つの最終面接は近いんですか？その広告の方がしやすいので、はいはいはい、で人材の方はまだ決まってなくて、今日この後あのメンターの方 と、 ちょっとメンターの方させていただいてっていうような流れがあるので。ちなみに IT はどこですか？ IT はそう。理想ですよ。めっちゃ理想。めっちゃ理想。もう受かりそうですか？手応えはありますね。すごい。なるほど。じゃあ、富山君どんな感じですか？はい。私は、大学3年時の6月から始めて、今年の2月2日に第一志望群の会社に、内定をいただき、就職活動を終了いたしました。あ、それすごい。ありがとうございます。すげえ。イベント会社なんですけど、割とその企業向けにやってるところなんで、知名度は高くないんですけど、っていう。エンタメ業界ですね。あ、そうですね。まさに。マーチって言うと、やっぱりなんか、なんて言うんだろう、みんな頭良くて、就活進めるのめっちゃ早くてっていう感じなんですけど、周りの子たちってどんな感じなんですかね？そうですね。私の場合だと、数人もう内定をいただいて就職活動を終えている人もいますし、周りの人が割とエンターテインメント業界を志望している人が多いので、まさに3月これからという人が多いですね。アートっぽいですね、エンタメ志望するの。立教はどんな感じなんですか？立教は本当にピンキリで、ベンチャー受けてる人とかだったら、内定もらってる人から、最近こうちょっと波乗ってきた人から、組みたい最初進んでる人とかいますし、逆に外コンとかメガバンとか大手の商社っていったところに行く人たちは、今結構インターンが行くならやってる最中とかで、まだ本選考始まってないみたいな人が多いんで。明治どんな感じですか？明治は同じだと思います。今でした。大体1月2月ぐらいから動き出すかみたいな感じの人が主流なんですけど、一部の外コン外金総合商社みたいなのをやってる人は去年の春ぐらいから始めて、内定はもらっているみたいなのが多いと思います。マーチって学歴で落とされるとか、そういう心配することってあるんですか？ない羨ましい。そこがマーチの良さです。まだ深く足切りはないんだ。まだ受けてる業界とかにもよるんじゃないですか？さすがに僕がマッキンゼー今から受けますって言ったら、まず学歴落とされてると思う。どこだったらマーチ余裕っていうか、いけそう、狙えそうだなっていうところって、商社とか狙えるんですか、マーチ？僕の場合はエンターテインメント業界に絞って受けていたので、他の業界のことは分かんないんですけど、エンタメ業界であれば、マーチであれば、足切りを食らうことはないと思います。エンタメ業界に行くと、テレビ？そうですね、夏インターン受けてたのは、そのテレビあたりとか、某レコード系とか。あ、なるほどね。そこら辺ですね。なんか総合商社とかだと切られるイメージ。あ、そうなんだ。マーチでも
外資系とかになると逆に学歴で切られる、系の超大手だけマーチが切られるんじゃないですか。じゃあ割とどこでも行けるだと思います。そうですね、あと学知科とかじゃないですかね。あ、それこ そ, その早稲田系を、まあ、国公立、宮廷とかよりもすごい学知科を持ってて、ただ学歴だけちょっと低めっていう人であれば、うん、まあ、とりあえず専攻は通る。うん、確かに、なんか選考を受けてても結構あの学歴は言わないでくださいみたいな状態でこう面接をスタートするところも多かったですね。はい、え、皆さん企業とかどうやって調べたんですか。いいですか、じゃあ探し方みたいな。 お願いします。お、まあ、3つあると思うんです。1つ目は業界地図っていう東洋経済振興社が出してる冊子を買うことです。でこれはもう、見ると眠くなる。眠くなる。でもあれってやっぱ自分が知らない 2D 向けの企業とかその会社の勢力図みたいなのが一覧できるので、まずは大手がどういう風になってるのかっていうすごい俯瞰した目線で見るのが一番おすすめです。で、2つ目がワンキャリアです。ワンキャリアはもう何でもありますよ、ね。はい、使ってるそのベイビーさんがあるところにあって、でここでまあ一般的な企業が結構ランキングで見える。で最後にグッドファインドっていう東証マザーズとか、あとはまあ上場直前みたいな、まあ、急成長中のベンチャー企業を中心に紹介していって、まあ、個人の成長と か, なんか自分のキャリアに対する意識みたいなのがすごい高い人がやってるよっていうふうにお勧めされて、でそこでグッドファインドっていうのは最初に出ましたっていう3つです。てか、マジやってるみたいな、頑張ってる、そこより下になってきちゃうというか学歴がとかっていうふうになんか言い訳を作ったりとかして、そうなんですよね、なかなか始めなかったりとか、まあ、どうせ受かんないだろうなと思って挑戦しなかったりとかっていう人が多いと思うので、ちょっとこれ1個だけ言いたいんですけど、おもちろん賛否いろいろあると思うんですけど、あくまで4社ぐらい